ごめんなさい、ガミさん、ちょっと発見のこともう少し聞きたいんですけど、多分エレキ一緒に入りましたよね。はい、はい、入りました。でその後写真入れのタスク、暗室タスクをやってそのまま発見、はい、そうそうです。じゃあ神さん人外かな。メフさんの銀行班でした。エンジン真ん中やや左。じゃあ行きますかね。愛嬌あるな。愛嬌あるな、だいぶ。あ！すごいとこに助かれ。シュッシュッシュ。ないぼーい。はい。なんか、目をハートにしたギャルが追いかけ回してきた。ドキーン。キモい、キモい、キモい。おー。あー、そうし、そうじゃん。ラブラブやん。ね。おー。お互い2票ずつ入れ合って。付き合っちゃえよ。やめてよ、もう。修学旅行だ。いいなぁ。セカルさん、なんかさ、エレベーターガールみたいな格好してんの、何？はい、はい、メインホールの、ベントの部屋で高田さんの死体で、多分アルマさんとケイさんがほぼ無理か、はい、ベントってどっちの部屋ですか？あ、左です、ごめんなさい、ゴミ箱の部屋です。あ、左か。まあ、てかガミさんの後ろを僕とケイさんがいるから、まあ無理でしょうね。はい、ごめん、ベント部屋ってどっちも左側にあるから、上下？上です、確かに。ゴミ箱上ね。エレキから登ってエレキにアルマ K の2人をの置いて、暗室入って暗室タスク終えて、そっちのゴミ箱部屋入ったら発見って感じですね。俺めっちゃ嬉しいんですけど、シャワーでタオルタスクやった後にメインエンジンでエンジン配線やって、今絵の下です。あの停電前にアーカイブでダウンロードしてる俺をスルーして走ってたの誰？ラウンジの扉、ラウンジアーカイブの扉開けた人。あ、剣士か。オッケーです。ごめんなさい、ガミさん、ちょっと発見のこともう少し聞きたいんですけど、多分エレキ一緒に入りましたよね。はい、はい、入りました。でその後、メインに先にガミさんが上がってって、はい、写真入れのタスク、暗室タスクをやってそのまま発見、はい、そうそうです。じゃあガミさん人外かな。うん、ん、あの僕あの上がった時にそこに入ってるんで、ガミさんと会ってないし、位置が発見が遅すぎるから。じゃあ助かるわ。え、ゴミ箱に入ったんですか、ケイさんって。いや、あの暗室の中に僕は入ったはずなのに、ガミさんとすれ違ってないから発見までの時系列がおかしい。じゃあまあ、うん、そこ対抗。僕が暗室から出た時、Kさんエレキから登ってきませんでした。あ、いや、なんか僕は全然対抗にしてないですけど。え、ガミさん暗室から出て直でだって死体発見したんでしょ。そうです。でその時下側を羊飼い K の文字が見えたはずなので。あ、そうなんだ。え、そんなに発見時間かかったんだ。あ、了解です。まあ、確かに時間はちょっとかかったなって印象ありますね。ガミさんが上がった後、僕と K さんが3、4番ですれ違って、で、僕は2番までぐるって回るくらいの時間はあったから。え、絶対おかしいと思う。なるほどね。K 君がガミさんとすれ違った後のリポートの間がありすぎるってこと、ね、ありすぎる、ありすぎる。絶対ありすぎる。ガミさんはだから、あの直で行ってるわけでしょ？暗室から。暗室から直です。ああ、なるほどね、うん。だから絶対怪しいし、僕シェリフだし。合わない。おー。まあ、シェリフがそんな言うなら、まあ、カメラで2人のギャル見てます、カメラで。あ、1人のギャルはうちかな。アーカイブギャルがはい、ななこさん。あ、アーカイブギャルだ。でエンジンから左に行ったギャルがいる。僕です。あ、あれ、チェルトさん嫌い。うちはThank you.
結構ターン短かった気がする。プテはキッチン脇で、はい、武器庫に一緒に入って武器庫の下のタスクをやってるのが最終死人かな。キッチン？うん、キッチン脇の。あ、そうなんだ。俺が展望の配線、キッチンから武器庫入って武器庫の下のタスクで上のタスクやって下のタスクで一緒になった、あとは見てない。だと、たら、継承にすれ違ったかな、込み前で。だって、あれ、武器小屋来たのってメイさんっすか？いや、俺は開けてない。あ、だったら、プテさんは絶対開けて、まあ、エンジンに抜けてるのかな、メイさんが来るだったら。あー、エンジンの行ってんだ。ね、僕がエンジン脇で左に行った時全部閉まってて、エンジン込み缶と込みを開けて僕ダウンロードしてて、で、ダウンロード終わって下行ったら武器小屋が開いてたから、あ、じゃあ、俺が武器上やってる間に下終わって抜けてったのかもしれないわ。だと思います。うんうんうん。手で直した人どなたですか？はい。鬼木が？昇降機右。昇降機右。赤い袋入ってた？うん。私ずっと本タスクしてないけど、竹雄さん見てないですけど。まあ、停電だったら見えない。まあ、停電だからもう見えないか。うん、まあ、でも停電直してるのが鬼木だとしたら、基本的には展望、証拠、貨物のどこかになるから、基本は無理だと思うよ。プテって多分。まあ、そうか。まあ、そうか。時系列的に、メインと宿舎ぐらいまでしか行けないんじゃないかな。行けるとしても。そのくらいなんだ。そんなに行けない気もするな。計算から俺に白出ません？寝るんだったら証拠機行けるけど。俺、あの後エレキ降りてます。エレキで誰かに死人があれば。エレキで死人はない。ただ、じゃあ白場では出せんかな。ナナコさんはどこまで行ったの？足はあのあれです、あのセキュリティでテープタスクやってます。キッチン側から、いや、メインホールに K さんと一緒に入った K さんが入ってるのを見たまま降りてテープタスク。 K さんはナナコさんが降りるのを見てる？いや、ナナネロと一緒にメインホール入ったのを覚えてる。で、あ、足ナナコさんと会ってない。あ、ボタンを押してるから見てる。ボタンか、ここボタンか、ボタンか。ネロ系で除染室に入ったんじゃないの？違うの？いや、除染は、まあ入りましたけど、その後アナリスもやって、その後にエレキ降りてる。そうでしょ。だから俺は別にネロ系を除染室に向かってんのを見送って降りてテープタスクやってるから。おい。メアアルの話分かった。ネロナナの話分かった。坂さんだけは僕は無理かな。私、竹雄さん多分無理じゃない？停電直す、うん。どこで直したとしても無理だから。アルマってどのぐらいの時系列でさ、その、もう武器の扉が開いてたの？あ、本当エンジン脇でドア2枚開けて米ダウンロードやって終わって出てたから、まあ、15、6秒くらいじゃないですか、多分。どう？いけそう？いけないよな。いや、僕は、割と、あれどこまで行ったっけ？いや、まあ、ヌー乗って証拠あ、ヌー行けないです、ま。私が左から右に乗ってったんで。いや、まあ、だったら無理じゃないかな。わかれないです。私が宿舎脇で、ヌーで左から右アーカイブで本タスクなんで、乗れないっす。ヒロさんからサントさんって見えてるんですか？見えてない。お互い見えてないはず。あれまたそれちゃったの？停電中だったから。停電前には抜けてる？停電中に抜けてる？魚さんって何だったんですか？ボタン、魚さんボタン。あ、ボタンか。じゃあ弾いていいのか。アルマに俺は多分白が撃てると思う。あ、本当ですか？なんだ。いや、思うよ。多分、あの、停電中って多分キルクル開けてないと思うんだよな。どこで数字があったんですか？コミ通路。うん、コミ通路。で、武器庫に入っていくアルマを見てるんだけど、プテはキッチン脇で上に来てるから、基本武器庫には行ってないと思うし、しかも扉は開けてるから、僕は麺屋さんに白は打てないんで、うん、打てないとは思う。俺エンジン配線まで行ってるから、例えばプテがエンジン配線やってたら俺は切れる位置になると思うからね。切れる位置が麺7ネロで一応もう固定、まあってことさんが死人ないから、あーそっか、麺屋さんってあれ、まあでも一個もだったらエンジン配線したって言ったかったから切る起きて怪しいって言ったので、俺怪しい時なんかありました。
エンジン配線に行って終わったっていう話ね。うん、あ、で、で、あ、できなかったもんね。そう、エンジンの絵ってくる。はいはい。あれ、メイヤさんってなんか直してましたっけ？俺は直してないです。いや、これメイヤさんマットだったらめっちゃめんどくさいな。一応待ちで。はい。とりあえずじゃあ、メイナナネロサントスの誰かがインポスターってことで。はい。さてさてさて、まあさてさて、右にはいないと思う。見てなーい。サントスさんとメイン脇でアーカイブダルマとすれ違ったぐらいだからないな。ね、ナナコサントスが初動セキュリティでテープタスクやってるのを見て、エレクトリカルでネロちゃんかな？ネロちゃんとほぼ並行してバイタルから貨物入ってて、ネロちゃんが多分手で直してる。いや、俺じゃないんですよ、これが。直したのナナコさん。展望デッキナナコさんが直してます。あれこれ、誰死んじゃ今。竹尾さん。あ、ごめん、鬼木はアーカイブ空きかな？あ、アーカイブに誰かと湧いたから多分鬼木だと思う。で、右には来てない。だから多分下だと思う。アーカイブラウンジ配線やって鬼木来てないから下だと思う。じゃあ、奈々子さん無理だね。さすがに。うん。あの、もう最序盤なんでどこ行ってるか分かんないですよ。いや、でもさすがに展望で手に直さないと。無理無理。あの、エンジンルームのあたり僕が塞いでるから。はあ、エレキで2人、あ、セキュリティで2人いるから、ナナコさんがキル取れないと思う。ナナコさんも無理だね。もしエレキに来てた場合は、おそらく俺の後ろ、魚さんがついてきてるから、エレキ内で来てる場合だったら、俺、店は魚さん。うん。魚、でもさっきのキルできないから、一旦置いといていいと思います。そうですね。で、そこだもんね。僕、アーカイブランジ配線やったら、アーカイブ正面エレキって言って、エレキのレバータスク1個だけ残ってたから、それをやりに行ったんだけど、それが真ん中でぐるって回って、ってやってるから、うん、エレキ内に死体があったとしても1、2、3番にしかない。サントスさんってなんかそのエレキ周りのことで白とか出たりしないですか？いや、わかんないです。奈々子さんと停電前にテープやってキッチンのバーがタスク前で終わってるんで浮いてるっちゃ浮いてる。浮いてるか。あ、誰が除回できたらもうシェリフキルと釣りでしちゃいたいんだけどな。計算目線アルガミローローだったらエレキで計算殺せばよくないですか？ローローはもうね。いや、アルマカも覗いてる。ああ、ありがとうございます。うん。メインのサントスで誰か一人覗ければ、うん、もう釣り進行できる。一応俺はメイン脇でサントスさんと相手右行って、アーカイブにいるアルマを見て、昇降機右からヌーン乗ってミーティング。うん。じゃあ、ボタン押しに行った時のボタンはメイヤさん。メイヤさん右から行ってんのか。だったらメイヤさん怪しいかもしれない。宿舎の下と右が空いてたから僕最後そこまで行ってて。え？誰かが来てるそれ。ミーティングで、あ、なるほど。閉まってたの？もともと。いや、わかんないけど、金庫だけ閉まってて、宿舎の下と右だけ開いてたから、最後僕が到着したとき。まずーい！ボタン押してました。メフさんの現行犯でした。エンジン真ん中やや左、多分サントスさんかな。俺は武器庫に降りてって今キッチン展望でアップロードしてるから、サントスさんがその主張するの、俺はサントスさんが切ってるかどうか全然わからないし、死体の位置も見えてないんだけど、
多分サントスさんが切って、僕を釣ろうとしてるって感じかな、さっきの議論で。あれ、どこでしたっけ？目、エンジン真ん中やや左。七子さんと K さんと武器庫ですれ違い、俺は下に行き、キッチンで展望デッキでアップロードしてる。ネロちゃんはその下り見てないですか？見てない。ネロちゃんどこ？ネロちゃんミーティングにいて降りてったから、ちょっと前に。そっち方向行ってるからっていう。全然見てないです。てか、たどり着けてないよ、そこまで。まあ、そうね。ギリつかなくても、ぐらいの時間かな。うん、これって、小見さんも、直しちゃった。七子さんが直してます。七子さんまあ、アルマさんの言ってた扉情報開いてたっていう話だったら、テープのとこにいたっていう七子さんの視点から、一個前の切り、厳しめになるはず。ああ、でもどうかな。扉はそもそも閉まってるか閉まってないかって分かんなくないですか？分かんないけど、開き方がな、あのターン開けてると思うんだけどな、宿舎下右。お互い現行犯主張ですか、これは。いや、メイヤさん、でもメイヤさん違うって。うん、私は現行犯主張。七子さんが、俺が、武器庫から下キッチンの行ってるのに、見てくれてるはず。いや、行ってるとは思うけど、別に折り返しもできるし、ベントもできる。折り返し、タスク無理だったら積みましょう。タスク無理だったら積みましょう。うん。折り返してる場合は K さんに追いつかないと思ってほしいかな。結構一応魚は絶対終わる。こ申し訳ないのが、そうね、コメサボ中に逆走してる、逆走というか、まあ、そのまま下降りてってるのもちょっと気になったので、どっちかっつうとメイヤ君の方が。タスク終わんない人っています？私は厳しい。じゃあ釣りましょう。でもまあ五分五分。いやー、皆さん、うん、ナナトスだったらもう終わりだよねとは思ってるけど、ナナコさんは直してるから、まだからメイヤさん目線で現行犯主張じゃないのであれば、ナナコさんが直してるんだったら絶対無理だから、ナナコさんの人が合わなくていい。あ、厳しいな。俺はサントスさんに入れるしかないかな。ちょっと俺は何が起きてるのか分かんないから、この状況だと。いや、そっか、マット誰だ。マットがいないことにかけてください。俺ボタンないので、前のターンに愛しました。ボタンない。これあるよ。終わりますか？ないよ。マットだね。ああ、難しかった。いやー、なるほど。あっさりガミが釣られた割にはね。まあ、確かに。まあ、でもね、あれよかったですけど、ね、逆に多分僕とガミさんのローラーとかになる可能性があったんで、あのガミさんがシェリフからの釣りしてるのと、僕にいたからは確かだから、めちゃくちゃ信じてたから。うん、確かに。言い訳できないように情報引き出してから言ってやろうと思ってました。なるほどね。なるほど。そういう意味では別に悪くなかった。